はい、こんにちは、大竹誠です。今日は五月の二十四日火曜日、今日のパートナーは。倉田真由美です。よろしくお願いします。はい、私の横には。大竹秀明です。よろしくお願いします。ええー、気温は二十六点八度、湿度は四十五パーセント。ね。うでも、なんか。暑く感じたね。暑かったですね。うん、ねすごく、もう夏日ですよ、ね、なんか。ああ。こ、これで。沖縄は。この間、梅雨に入ったけど。ね。 こう暑くてムシムシしてくるのかしらね、えー、昨日なんか熱中症でね、うん、倒れる人いましたよね。何人もなんか、ね、あの運動してる人も運ばれたとか言ってたよね。そうなんですよね。五、うん、月にね、うん。熱中症ね、もうやっぱ俺なんかも気をつけなくちゃいけない年齢になったのかね。そうですよ。ね、うん。うん 年齢重ねると自分が喉が渇いたっていう感覚もあんまり敏感じゃなくなってくるって言いますもんねそうらしいですよだからあえて飲むようにした方がいい,いなるほどねそれで気づかないうちに脱水症状をしたりするんです、ねまあ、よく鬼太郎なんかここにね同い年だけどいるんだけどあいつ見てるとやっぱりね なんか自分のいろんなことに気づいてないなっていう感じあるよね。なんかこう <laughs> 例えばどういういところじゃあ年取ってんだでもうなんかこうちょっと首が前に出てきたりしてね老体なご老,ご老人の体になりつつあるんだけど気が付いてない感じがするね本人はね。じゃあご本人はまだこ、うん、ちょっと中年ぐらいかないぐらいな感じです、ね、そうだかんでもそうしたもんか だから俺なんかも階段の上がり下りとかね意外とカクカクしてきてるから思ってるよりかは年齢は年いってるかもしれないねありますよ私40代ですけど昔はよくそんなになかったむせたりとか食べ物食べてむせたりなんかこうそういう失敗が多くなりましたね飲み込むんていうのえんげえんげえんげっていうのがうまくいかなくてえんげがうまくいかなくて。 むせるる回数が昔にに比べててはるかに増えたなっいいうのは最近思いますねああ江戸っ子はさなんて言いながらさそばなんかさなんてさかむもんじゃないみたいなねつゆちょっとつけるしつゆちょい漬けのうん、うん、なんかこうするするするみたいな感じ、うん、あんまりもうないねなんかこう,う俺もなんか若い頃から気取ってちょっと気取りも入ってつゆ、はい、はちょい漬けみたいだったんだけどなんかこう 喉に通っていかないよう <laughs> <laughs> しっかり噛んで、みたいな、もうなんかこう、粋な感じがなくなってくるのかね,ね。うんえちょっとなんかこう、あの、これは、なんつったかな。なんか、ちょっと、いい、いい話って言っていいのかね。こう、昨日、うちのマネージャーの伊藤っていうのはいるんだけど、そいつが遭遇した事件なんだけどね、はい。あの まあ、あの、ちょっと賑やってるところに、まあ子供が生まれたばっかしだから、ベビーカーを持って、あの、混み合ってるところこう、女房と歩いてたらしい、ね。そしたら、まあ、道は、階段は混んでたらしいんだけど、前からなんか二人組の、二人のカップル。まあ男の人は若くて、女の人はちょっとなんかこう、あの、なんかちょっと、ほんの少しなんか、やんちゃな感じのする女の子みたいな感じだった。はい で、子供は母親が出したんだけど、伊藤君はベビーカーをこう押してた、はい。それに、あの、その男の人が当たったらしいんだ、ちょっとね。はい、当たって。はい、で、礼したらその男の人が、若い男の人が、ちょっとキレ加減で、伊藤君に、どこまで歩いてるんだ、ちゃんと前見て歩けや、みたいな、もうこんな顔間近に迫ってきて、<ー>ね。 それ、伊藤くんはまあ、悪かったかもしれないなと思ったら、あ、すいませんでしたって言って行こうとしたら、もう胸ぐらつかんで、ええ、なんちゃんとなんとかしろや、みたいな。で、伊藤にはもう、ね、まあ、まあ、立場上、喧嘩とかは絶対するなって俺は言ってるわけね、はい、どんな時でもね、はいうん。で、伊藤くんはすいませんって言ったんだけど、なんか許してくれないで、えー、そのうちにその男の人が、はい、私、うん ベビーカーに惹かれましたみたいなことを、大声でこう叫び始めたらしいのね。わた、えー、私、今、ベビーカーに惹かれましたって言ったらしいのね。周り中に。周り中に。それでも手は離さないまんま。はい、何すんだこれみたいな。伊藤くんも困っちゃって、うん、もうでもちょっとね、頭真っ白になっちゃって、るの意味がかんいや、それは真っ白になりますね。何何どうしたいんですかねどうしたいんだろうなぁと思ってね。うん、そしたら、その、ちょっと、はい やんちゃな感じのする、お、女の女の人がカップルに。はい、騒いでる男の連れの女性、ね。連れの女性が、連れの女性が、あんた、何よベビーカーに惹かれましたって。ダサいわね。<laughs> <laughs> 何言ってんだよ、あんた。え、ね、あんた、ベビーカーに惹かる、最低って。いや、ほんと、それはよく言ってくれたって感じですね。 いい話だろ <laughs> いや、いい話。で、その,っちゃったの、普通、いや、その後は、まあ、はい、伊藤君もすっと来て、わかんなかったけど、その、なんていうのあのー、ちょっとや,やんちゃな感じする女子だから、普通そういう時ってさ、女の人もなんか、乗って傘にかかってきたりするじゃない。<ー>うん、そうですね、そういう展開かと思いました、うん、そういう展開かとちょっと思うじゃない。はいはい、でもそうじゃなくて、 ああ、いやねえ、あんた。そう。ベビーカーに惹かれたって何よって。ね、<laughs> それ大<は>の男がね。大の男がね。ねでも大きい声で。ベビーカーに惹かれました。そりゃ、ベビーカーに惹かれました。ちょっと <laughs> ちょっと笑っちゃう <laughs> まあ感じも、まあ、あるよね。ね<ー>まあ、今の、まあ、これはちょっといい話で言っていいかとか分からんけども、うん ただなんかみんながこう、権利みたいなのをね、主張する。あと、ま、背景にはね、まあ、あの、外国製の大きなベビーカーがあってたり、うんうん、それから、ま、それ以外でも、なんかこう、女の人は、ね、まあ、女の人にこう、役目をずっと押し付けたんだけど、あの、保育をしながら、あの、働かなくちゃいけないみたいな。うん 行かなくちゃいけない場所みたいなので混んでる電車に乗っちゃったりしたりするっていうみんながギスギスしてるからねまあねでもあの混んでる時に乗り込もうとするベビーカーって確かに大変なんですよね大変だよねあれはこう周りの人間も本当どうすればいいんだみたいな特に満員電車でもぐいぐい乗ろうとする人って私も一回見たことあるんですけどあれどうしようもないですよねそうだねああ でああいうことがそういうのを見ちゃうとこうベビーカーに対してこう印象悪くなっちゃう人がきっといると思うんでやっぱり使う側もこうある程度こうその辺の節度を持って使わないとベビーカーって何をみたいに思っちゃう人が でききてちゃうのかな申し訳なさそうにベビーカーで電車に入る方もいればそこのけそこのけベビーカーが通るって方もいるので最初に出会った印象からすると何ベビーカーでお子さん連れてる人嫌だって思う人もねいるかもしれないだから本当使い方まあもうなんか社会全体にんかこうおおらかなものがなくなってるからか。 それともなんかお互いが権利を主張し始めたからかあ理由ははっきり俺にはわからないんだけどまあまあもうちょっと言えば社会のがなんていうの例えばなんか、まあ、一生懸命働いてもあの結婚のできない人もいればまああの。うん 子供を思って、まあ、それは外から見たら、なんか、ある種の、なんか生活の水準のレベルをキープしてるようにも、そのベビーカーを引いてる人は見えるかもしれないね。まあ、だからと言って、その人には多分その人の事情があって、うこう、ねベビーカーでどうしても行かなくちゃいけないところもあったりする。 まあ本当、でもギスギスというかやっぱり昔は普通にあった風景でもねあの例えばあの電車の中での授乳なんてよく言われることですけど私もちっちゃい頃あの赤ちゃん連れた女の人が電車の中で授乳しているとかあのいろんなところで授乳しているのちょくちょく見た覚えがあるんですけどもう一切見なくなりましたもんね。あれれ世の中で許さななくなってきてきるから あのやっぱりもう旦の公衆の面前でするなんてうん、うん、とんでもないっていう意見がやっぱり多いので中学生ぐらいの時にねそういう目に何回か遭遇してるんだけど俺もね、うん、まあバスの中でまあでも、まあ、見ちゃいけないのかなみたいなあの感じでよ,よそ見してた記憶もある,あるけどね。んまあは だねその、母親にしてみればね、ね授乳時間もあるしわーわー泣いてる時にこに飲ましちゃうのが一番、うん、あの黙らせるのにはいいしあ<ー>本当は、ね、ねあの泣かれるよりもその方がいいっていうのもあるんですよね。 表でそういう姿を見せちゃいけないっていうのはどういう意味合いなんですかねやっぱりねもうそれそのものがこう見たくないっていう人が男性にも女性にもやっぱりいっぱいいるみたいいなんですよねあーそうやちょっとまあまあちょっと逆に化粧とかどんどん増えてますよね電車の中での化粧はね <laughs> 昔はだめだって言われてましたけど今、うん、平気で皆さんやってらっしゃいますよねあれは見たくないっていう人多いですけどね、うんうん